ちょっとクロワッサン食べます。乾杯。ようこそマスカルポーネ。マスカルポーネ。あ、私も買った。はい。はい。すごい、でかい。でございます。意外と大柄でびっくりした。背高いね。170くらいあるから。本当。いただきます。いただきます。うん、うん、うん、甘いの、すごい甘いの、うん、うまい、サクサクで、うん、結構こっちのスペインのってさ、うん、なんかサクサクで中までサクサクでパサパサみたいなのが多いんだけど、うんうん、到達した？まだ到達しない、うん、した、うまい、おいしい、うん、うん、はい。こんにちは、のりちゃんです。こんにちは、のりこです。ピラティスピラティスの先生です。のびスタジオだっけ。そう、のびスタジオっていうのをバルセロナでやっています。はい、YouTube もやってます。はい、オンラインサロンもやってます。はい、それで私はあの彼女の YouTube でピラティスを学び、ヤムナっていうのがすごいんですよ。あのね、ね、すごい。あ、来た。ちょっと開けてください。ラリーがラリーが来ちゃった。あのね、ヤムナボールっていうのでね、私すごいあの皆さん気づいてると思うけど猫背なんです。でその猫背をね、こうボールでね、こうやるのがね、またすごく気持ちよくてね。えボールでさ、私ほら猫背じゃん、うん、だからそれを直したくて始めたんだけど、うん、このボールをここに当ててさ、うん、気持ちいいね。ね、気持ちくて。本当にもうね、セルフマッサージ、セルフ、ね、セルフ整体、ね。そうそう、こことね。そうそうそう。で、それで、あの、学ばせてもらってて。ありがとうございます。大好きな、大好きな先生で、今回初めて会ったんですけど。そう。で、バルセロナにね、住んでるね。そう、マルセロナの今8年目で、ね、あの私の動画でもどうやって知り合ったかっていうか、初対面なんだけど、うん、今日がだけど連絡取り合ったその流れとかは向こうでこっちで ね聞いてください。そうそうそう。ほんで、あの私たちほら海外に住んでるじゃない、うん、だから海外に住んでる利点と、うん、利点と欠点っていうの？わかんない。うん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 、なんかそういうの？うん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 。おひは嬉しい。世界を見るってすごくいいことだと思うから。ね、いくつになってもね。うん。うん、そう。だからあのバルセロナに住んでよかったこと。あ、うん、それまその前に、うん、今までどんな国に住んだことがあるか、すっごいいろんなところに住んでる人なのか、ね、でもそうでもないよ。一箇所に長いから、まず日本、香港でしょ。あ、そうだ、うん、日本生まれで日本育ちだから全然帰国子女じゃないんだけど、大学中にイタリアに留学して、でイタリアからドイツに渡ったのね。ドイツ人に恋をしてしまって追いかけてたのね。でドイツに、うん、でイタリアはちょっと短かったんだけど、ドイツは8年半近く住んだから結構長い、ね、8年うん、9年近く住んだ、ドイツは。え、じゃあドイツ語もできるってこと？できる、うん、すごい。ドイツでほら最初の旦那さんドイツ人だから、それで追いかけてって結婚までしてもらったのなんだけど、まあ別れた後も一人で住んでたよね。仕事してます。あら、バイバイ。Honestly, half is enough for me. Yeah, honestly. Cappuccino or coffee? Just a coffee with a bit of milk would be lovely. Yeah, like the same.
Oh, this is a nice place. Yeah, it's a nice place. Bye bye. いい子にしててね。いい子に。はい。日は嬉しい。じゃあなんでしょ？あそうだ。どこに住んでたんだろう。それで、はい、はい、それでその後に日本にちょっと帰ったの。30代の時に日本に4年間ぐらい帰ったのね。でそれから香港に行って香港になる、ね。なんで香港？香港はその前の旦那さっき会ったミケさんね。がずっと付き合ってたんだけど一時期別れて、で別れた時があって、でその時に彼が一緒に日本に行ったの、暮らしに。で日本に行ったら別れちゃったから、なんか僕はちょっともう日本にはいたくないって言って、どっか違う国に仕事見つけるって言って、たまたま見つかったのが香港で、香港に行っちゃったわけ、うん、で別々に別れた状態で暮らしたんだけど復縁して、でだから香港に私が住みに行ったって感じで、今は、まあ、バルセロナ、8月の8年目でございます。どこの国が一番楽しかった？楽しかった、それはもう、難しいね。どこの国、その時々、その年代のその時にやっぱりどこもやっぱり思い出いっぱいだから、でも暮らしやすいのはバルセロナ、そうそう、ね、なんかいろんな国を回ったことで、ここがすごくちょうどいいニュートラルな感じがするの、なんか外国人でも暮らしやすいし、受け入れられるような、受け入れてもらってる感じがするし、ちょうどいい具合のミックスで今まで住んだところ、だからそういう人も多いね、バルセロナいろんな国に住んできて、なんかここに流れ着いて落ち着いちゃおうかなっていう人が多いみたい、バルセロナって。そうだね、美穂さんとかも、そうそうそう、なんかちょっと旅の途中的な、旅好きの人たちが、旅の途中的な感覚でここにちょっと住めるような感じなのかな。日本から出て良かったことと、不便なことは？日本から出て良かったことは、やっぱりいろんな常識を学ぶことが、常識を学ぶっていうか、常識を覆されて、いろんな新しい価値観を、自分の今までの価値観っていうのを一回こうすごい壊されるのね。そう、どんがらガシャーンって、ね、そう、今まで信じたことは何だったの、自分が良いと思ったことは、良いっていうか、良いというか、しなきゃいけないと思ったことは全然違うじゃんってことに、それが、そしてなんかその土地土地のいろんな新しい文化とか価値観を学んで、だからやっぱフレキシブルになる、なったかな、すごく。いろんなことに対してすぐに動じたり、すぐにビビったりしなくなったし、自分自身もいろんなタイプの人とかいろんな事柄を、まあこういうのもあるよねって、こうおおらかになる、そうそうそう、受け流せるというかね、そうそう、受け止められるというかね、そうそうそう、そうなの、そうそう、ね、それはすごく良かったなと思う。だからやっぱり私もやっぱりずっと海外出ないでやね、ずっと大学まで一貫の学校で来ちゃったから、本当にちっちゃい世界の中 でそれはすごくぬくぬく心地が良かったんだけど、なんかでも外の世界があるはずだって、この価値観じゃないとこがあるはずだってどっかで思ってたから、やっぱりすごく、でそれでそういうのいっぱい知ってから、そこの中に戻った時に、なんか今まで見てなかったいい部分がまた見えたりとか、だから日本もそう、一回は一時期超アンチ日本になるじゃん、なんか海外とかに出ると、アンチ日本っていうか、もうちょっと海外かぶれじゃないけど海外の方がいいみたいな一瞬になったんだけど、もうなんかそういうのを通り越してというか、もう日本のいいところがすごく見えるようになったから、前よりもむしろ日本が好きになったかなって思う。私もイギリスに引っ越してすぐ2年ぐらいかな、なんか日本だったらこうなのに、もうほんのちっちゃなこと、なんか電車が時間通りに来ないとかさ、すぐキャンセルになったりとか、もう日本じゃこんなはずじゃないとか、あと日曜日に私ちょっと待って、オフィス
そう、それで日曜日4時に閉まっちゃうわけよ、スーパーが。スペインもそう、そんなことない。日曜日空いてない。あ、そっか、空いてない。日曜日閉まってる、スーパーとかは4時で閉まっちゃって、日本だったら何時になってても、あ、これが食べたいって言ったら食べられるとかさ、これが買いたいと思ったら、まあ、絶対手に入るとか、できないってことがないのに、できないが 多すぎて、例えば食材も季節関係なく、いつでも手に入るのに、イギリスだと、その旬じゃなくちゃ絶対手に入らなかったりとか、待たなきゃいけないとか、なんかそういうことに、ういーって、日本だったら、何この国っていう感じだったのが、それを受け入れられるようになって。だから逆にそれをさ、受け入れられるようになった時に、日本に行く時に感動するの、その今まで、みんなが、今まで当たり前だと思ってたことに、何ですかこのサービスはとか、24時間物が買えるとか、だからそう、逆になんかそう、そのプラス、そっちがプラス、今まで普通だったことがすごい超プラスとして浮上してくるみたいな感じになるよね。そう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 。逆になんかみんな働きすぎじゃないかなとか、もうちょっとリラックスして生きてもいいんじゃないかなとか、なんかそういうふうにも思えたりとか、ゆるく生きてるっていうか、なんだろうね、イギリスって。もっとスペインだったらもっといるって言うの。ニュースでそれスペイン人まず一生昼寝みたいな感じ。でもなんか生きてけてんな、それでも。そうそうそう、なのよ。だから、もうちょっとね、日本の人もこうリラックスして生きてたら楽になれるのになとか、その価値観がもう一個しかないから、まずはその価値観を壊しに外に出て、見たらなんか人生楽しくなるよって、本当そう思う、思ったりするね。そうそう、だからそれが旅の醍醐味っていうか、いつもなんかこうね、行ったことない、もちろんこうリラックスしに行く旅っていうのはもう好きだけど、どっかのリゾートとかで、でもなんかどっかで知らない人に会ってもなんかってびっくりさせられるのがすごい好きなの。それですかみたいな。そう、だから今はもちろんちょっとね、子供もいるし、私タイには本当最近はやっぱり旅行してなくて、でも昔はいろんなとこバックパックで行ったりしてたんだけど、やっぱり何が醍醐味ってそのね、それだったからね、もう笑っちゃいますみたいな。お手上げみたいな。だからね、いつか旅したいね、一緒に ね、どこ行こうね。いや、でもアジアも大好きだし、このあのアジアの旅すごい良さそうだったよね。アジア大好き。アジア最高、ね、アジア、老後はアジア。あ、本当？老後はアジアとイギリスと行ったりしたい。タイ拠点に、なんかマレーシアとか、なんかあそこら辺のこうさ、拠点タイにして、なんか病院とか行けるようにして。そっかそっか、なんかそうそう、だって日本語で通じるんじゃない？あ、そうなの？病院タイの？そう、らしい。私は行ったことないけど。あ、そうなんだ。ご飯が美味しいとこがいい。ラジアだったらやっぱタイ料理が一番好きだから、それもあってタイが、ドイツのご飯美味しかった？美味しかったのよ、それが。私ドイツ美味しくないと思ってたのね。そうなんだ。そしたら、あ、まあ毎日食べるもんじゃないけど、でもなんかこ食品添加物少なめっていうか、なんだろう、あの無骨な味なんだけど、肉料理とか、あのかなんかその洗練された味じゃないんだけど、私結構好きだった。あのやっぱソーセージとか、あの加工物だけだったね、あの日本にいる時あんまりその、あんまりハムとか食べなかったり、ソーセージもあんまり好きではなかったんだけど、ドイツ行って、あのなんかプリパリプシューみたいなほら、これあのソーセージの、そうですよね、そう、シャウエッセーチューって食べてると思う。うまい、シャウエッセーみたいな。やっぱりあんの、ドイツには。あるよ、おいしい。シャウエッセーとは言わないけど。ああいうタイプ、シャウエッセータイプはビーナってウィン風のソーセージだけど、いろんなソーセージがあって、いや、美味しいわと思って。やっぱり茹でて食べるの、あ、茹でるものもあればグリルするものもあるし。シャウエッセンはどっち？シャウエッセンは茹でるね。茹でる。でも沸騰させないの、あの水から始めて、あ、そうなんだ、っていうところで。へー。あと白ドイツ、私ミュンヘン住んでたから、南ドイツの
白ソーセージが美味しい。知ってる？なんか白ソーセージが。多分一回食べたことある気がする。あれも美味しい。あれにちょっと甘いあのソーセージ、あのマスタードつけて食べるんだけど、なんかちょっと私的にはからし醤油で食べたいみたいな感じの美味しい。あとなんかじゃがいものクヌードルっていうのがあって、じゃがいものお団子なんだけど、なんかちょっとお餅みたいなのもちもちして、さすったじゃがいもでちょっともちもちのこういう丸いね、なんかくにゅっていう感じの団子なの。じゃあそれをお肉とそのじゃがいも団子で、そこにお肉のグレービーソースを一緒にかけて食べるみたいな。美味しい。そうやっぱね、いろんな国に行くと美味しいものも。ね、発見があってね。ちょっと私じゃあ次ドイツかな。ドイツ行ったことないの。本当？あのおじさんはいっぱいあるの。あ、ドイツいっぱい。あ、そうなの。ドイツもいいよ。冬は寒そうだよね。冬はやめた方がいいね。夏、夏にね、ビアガーデンとかさ。ビアガーデン。そう、ドイツの夏は、山とか綺麗だし、緑も綺麗だし。ということで皆さん。はい、旅に出よう、ね、みんな旅に出てぜひヨーロッパの方に遊びに来てください。来てください。ヨーロッパはさ、なんかこう続けて本当にいろんなところ行けるからいいよね。なんかやっぱり国はちょっとこう本当にね、大阪に飛ぶような感覚で違う国に行けて、違う国のご飯が食べれて、違う言語聞いてって、なんか2時間ちょっとでね、イギリスからスペイン来れちゃうし ね、イタリアとかね、めっちゃ近いから、一回ね、ヨーロッパ入っちゃえばね。そうそうそう。あとその中でね、移動。ぐるぐる、ぐるぐるして。ぐるぐる。そんな感じで、はい、旅に出ましょう。以上。じゃあね。のりちゃんとタニアでした。バイバイ。バイ。アディオス。はい。今日は1月の5日です。手術も終わって、顔のむくみもだいぶ減って、あとは痩せるだけ。あれ、デジちゃん。デジちゃんですね。マジ、いっちゃうの。そう、でね。今、一人で生きづらいなって感じてる人、いると思います。でも、必ず生きやすい場所ってあると思うので、生きやすい、心地のいい場所って、あると思うから、今生きづらい人がいたらその土地から離れるのも一つの方法だと思います。人生は山あり谷ありだから、諦めないで少しだけ勇気を出して、どこか別の場所に行ってみてもいいんじゃないかな。世界に行かなくても、日本の中だって広いから。人生楽しみましょう。